はい、タンタンです。本日はアストリアスの、こちらですね、グランソロの SR をご紹介いたします。新品で入会いたしました、ジャーマンスプルーストップにインディアンローズウッドのオール単板の、カッタウェイのモデル、そしてこのボディワイドが、16インチワイドの、ボディ幅になっていますので、ドレッドノートの幅とほとんど変わらないスペックでこのくびれを持ったという、モデルになっておりますので、こうちょっとね、ドレッドノートだとちょっと大きすぎるけど、あのサウンド、あのパワーが欲しいな、でも、ね、スタイルとしてはこのシェイプで楽しみたいなと、このくびれが、抱えやすいんだよなっていうような、こうね、どっちも欲しいなという方におすすめなのがこちらなってます。で、厚みもしっかり取られてますけれども、こうネック側からエンド側にちょっとこうね、傾斜がかかっているというか、幅の変化がある、ボディのエンドに近づくにつれて厚くなる、そんなような作りになっているモデルでございます。で、カッタウェイモデルなので、ハイフレットまで引きやすくって、ソロ引きにも非常におすすめの一品になっております。で、ヘッド側はロゴは特になく、非常にシンプルなハカランダの、化粧板になってまして、ペグは5等のペグにゴールドペグになってますね。ナット幅44ミリなので、非常にフィンガースタイルでもピッキングスタイルでもどちらにも対応できるような、ギターになっております。こんな感じで、非常にこう粒立ちのいいサウンド、非常にバランスのいいサウンドっていうのが、心地よく聞こえます。で、ピッキングでこうガツンと弾いた時の、やっぱりこのボディワイドの音圧の非常にある音量のある低音感っていうのも、やっぱりこのスタイルならではのパワー感がある音がしていい音かなと。いう感じに感じます。で、音の響きですね、高音側のこうどこまでも止まらないようなね、止まらないこう響き渡るような、高音の鳴りっていうのも本当に綺麗な音がしますし、きらびやかで、素晴らしい、ギターでございますね。ソロギターの方にもとてもおすすめでございますけども、先ほど弾いたようにピッキングでももちろんしっかりと反応してくれる、素晴らしいギターでございますので、ぜひ一度お試しいただければなと思っております。そんな感じでこちらがアストリアスのグランソロ SR でございます。お問い合わせの方お待ちしております。タンタンでした。